初めて日本へ行く人も何度も訪ねている人もみんな気になる今日本は何が面白いの？春夏春冬、北から南、みんなで日本大捜査、エンジョイバケーションインジャパン。今週は山形宮城名肉爆食機構第2章。先週は宮城県で仙台牛と伊達の純粋赤豚を堪能。今週も引き続き宮城の名肉を大捜査。啊，你个高手朋友似到高手朋呢度啊？边度啊？后边啊？收平啊！你终于打回原形啊你啊！肥咗又靓咗，咁咪几好？喂，呢度啊？你唔好阻住我朋友讲嘢啊！佢识讲嘢嘅猪系港猪，港猪就系喂。你先用未啊？食咗啦。食咗？系啊。食咗佢？系啊。好嘢，好开心啊！この子は和豚もち豚というこの施設で飼育されている有名な豚さんなの。食うの？はい。李慧嚟噶喎。啊？收平嚟噶喎。港豬嚟噶喎。啊，好慘啊！仲要俾人食啊，豬豬。BBQ 啊。好似咁香啊！Barbecue， 點燒嘅？嗰邊燒啊 ！Barbecue， 不得不得不得，芥末不得，真爆猪油。看你冇不得。彼は豚ではなくて人間。内池店長です。どうも。よろしくお願いします。お願いします。これは何の豚ですか？こちらもち豚と言いまして、この脂身がとても美味しい豚肉になってます。肉のなんか質が綺麗ですね。そうですね。こちらももち豚の特徴ですね。冷凍じゃないですか？あ、もう生で。生で。はい。新鮮です。何か飼育する時の特徴はあるんですか？そうですね。やはり餌とこの豚が生き生きと育てられる環境がそのいい豚作りになってますので、まあそういうのを気をつけて飼育しております。焼きましょうか。はーい。見てリエこれ。綺麗でしょこのレバー。すごい。これもうフォアグラみたいな。フォアグラみたいな。ふわふわしてます。うわ、ポタグラ。ゼリーみたい。これはどの部分ですか？あ、こちらもち豚のもも肉。もも。はい、もも肉を使っております。もも肉。もも肉どの辺ですか？まあ、ももだって言ってんなよ。いただきます。もういいところ、ちょっと固形目がついてる。よし、いただきます。いただきます。この必ず上に乗せなきゃいけないのはヒョンコンやね。そうなの？そうだよ。あ、そう、日本人はあんまり。でも日本人も乗せる。焼肉の時は乗せますよね。乗せますね。乗せますよね。香港じゃ何でも乗せます。いただきます。うん、おいしい。うん、弾力あるの、ジューシー。うん、肉汁がじゅわって出てきて、でも油っぽさが全くない。なんでこんなにおいしいんですか？もち豚はやっぱり油がおいしいので、うん、まあそれがまあおいしさにもつながってる。おいしさにつながってる、はい、もしかしてこの辺で育てるの？あ、はい、近くで育てて。見られますか？豚は見れないんですよ。でもこの近くにわんぱくの森という動物園がありますよ。あ、じゃあ動物見られる。見れます。この動物食べれますか？あ、食べれないので可愛がってください。可愛がってください。わんぱくの森で可愛い動物たちと思い切り大接近。売店でお土産を購入した後、宮城県沿岸部へ移動。7年前多くの人が目にしたであろうエリアです。わあ、好多海鸥啊，好靓啊个海。好靓啊，好舒服啊。ここは南三陸町。南三陸町。咁熟嘅个名。大津波嘅地震。ちょっと待って、被災地じゃんここ。そうだよ。でもこのホテル全然問題ないじゃん。このホテルも2階までは津波で浸水しちゃったんだけど、このロビーが5階にあって、で5階からお客様を全部避難させることができて、全然無事だったんだって。これみんなにこう集まる。そう、みんな。そうで、あと地震の後、ここ全部この上は避難所として開放して、家がなくなっちゃった人とか困ってる人たちをみんな泊めてあげたんだって。優しいね。そう、もう町の復興の中心になった場所。でも今周り見ると綺麗じゃん。何もないね。見えるんだけど本当はそうでもない。まだまだやっぱり復興してるところがたくさん、復興中のところがたくさんあるんだけど、そこをツアーで見ることもできる。
え、見るの？見る。下で復興してるところ。うん。やだよ。なんで？だって邪魔じゃん。もう仕事中だから。邪魔じゃない。みんな見てほしいの。観光の人たちにこの、そう、南三陸が元気になっていく姿を。あ、そう。そう。外国人は？外国人も全然参加できる。見ていいの？見ていい。じゃあ見に行こう。もうサポートしよう。Go、Go。ここで参加するのは多くの人に津波の猛威を伝える観光客向けの語り部バスツアー。ガイドさんが語る大津波当日の被害を聞きながら途中である場所に立ち寄ります。それでは皆様ヘルメットをどうぞお願いします。はい、はい、今中に入れるんですか？入ります。いろいろ勉強のために残しておいています。わ、うん、かりました、はい、じゃあこの会館はもともとどういう場所ですか？ここはですね、結婚式とかいろいろそういう会場ですね。宴会用。伊藤さん、危ないから入ってはいけませんって書いてある。いいんですか？我々は特別いいんです。特別許可、はい、これは参加すれば誰でも中に入れる。大丈夫です。伊藤さんと一緒だったら入れるんですね、これは今当時のままですか、この状況は？いや、できるだけそれに近づけてます。はい、うん、できるだけ残す。これは全部津波ですか、それとも地震ですか、この崩れてるのは？津波です。津波。地震の災害は一つもないです。あ、そうなんだ。地震は全然大丈夫です。ここが結婚式場がある場所です。どうぞ。一瞬だね、これ、うん、このほら鏡も本当だ。全部水の力で押さえたらこんな感じ。あ、一瞬でこんな感じだね、うん、これは結婚式はここでします。あ、神様です。あ、でも神様の居場所は残ってますね。はい、これが綺麗に残ってます。はい、不思議ですね。不思議ですね。すごい。当時は宴会やってるのは何人でしたか？ここに来た方は分かりませんが、最終的に残った方は327名。お、みなさん、はい、カーペットまた濡れてる。え、ちょっとまた濡れてる。これは多分その当時のままじゃないと思うよ。雨が降ったり。雨降ったね。あ、そうか。窓が。ここがメインホールです。メインホール。ここで歌と踊りの発表会、向こうが舞台です。あ、上にも波が来たんですね。うん、花嫁さんが上から降りてくる。エレベーターみたいな。ここに残そうとしたんですが、ここにも波が来てしまった。うん、ということはこの上は、屋上です。はい、北とみんなまだちょっと上に行こう。はい、ここまで波は来たと言ってます、一時的に。あ、こんなとこまで。5階だよ。5階まで。ここが屋上です。はい、これがこの屋上に皆さんを案内したんですよ。うん、はい、これを327人も案内するの大変ですね。ここまで来れば安心と思ったんですが、波がドーンとぶつかってここに入ったんですね。うん、そしてこういうふうにだいたい30センチぐらい、うん、一緒にして海になっちゃった感じですね。ここがこの上で一晩頑張りました。寒いですよね。寒かったんですよ、あの日は。雪が降ったりしてましたよね。雪がどんどん降ってます。ここまで、はい、でも良かったですね、このまたちょっと場所があって。はい、そうなんですね。ここはエレベーターホールなんですね。この見学ツアーの目的っていうのは何ですか？はい、これを見ていただきますと、ここに来た方はなぜ命が助かったのか、これが分かります。うん、やっぱりそれは地元の人たちにとってはこの復興していく様子とか、はい、津波の時 の、はい、どんな状況だったかをみんなにもっと知ってほしい、はい、っていうことですか？その通りです。こう見に来るのが不謹慎みたいな、そういうことはない？そんなことはございません。ない。ぜひ来てほしい。はい、じゃあ香港からたくさんの人が来たら伊藤さんに会える。はい、会います。うん、そろそろお昼ランチタイムです。いい？おいしい。やおいしい。イエーイ。ここは南三陸三三商店街という。三三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 、どういう意味？太陽が三三と輝く南三陸の復興の象徴。何か店多いね。どういう店？ここご覧ください。大破。これは2011年3月19日大震災の直後の南三陸の様子。お、大変な状況。そうで、ここのオレンジ色の書いてある場所、これが店の名前だね。そう、お店の名前。
ここで震災の、ね、被災したお店が全部ここに集まってきて28店舗営業を再開しました。あ、それが三三商店街。僕お腹空いた、うん、ちょっと焼肉食べたいな。南三陸はホイシン、あホイシン有名なの？超有名、超ホウセ。じゃあ何食べようかな。キラキラ丼。メレがキラキラ丼っていう海鮮丼が有名なの。この中で 5個の店舗が同じキラキラ丼というものをそれぞれのオリジナルの味で出してる。は？でもビンカーマンオディア。もう決めてある。あ、ミシュランガイドに載った店。あるの？オーイエーイ、イエーイ、キラキラ丼。キラキラ丼。ああキラキラ丼。わあキラキラ輝いてる。美味しそうね。南三陸の名物。早く食べよう。はい。わあ、え、ほんとだ、まあ。ほんとだ。やべ。席がない。千鶴さんが撮ってくれたんで。千鶴さん。ほんとだ。千鶴さんだ。乾杯は。ありがとう。あれ、お前、ごい。コーディネーターの千鶴さんです。え、カルの女の子も勝てない。あ、ほんとごめんね。いや、いいよ。あの、カメラの教えの方に。いただきまーす。南三陸のイクラは超有名なんだよ。美味しいでしょ。サーモンも好き。うん、サーモン。これこのキラキラ丼は春夏秋冬でどんどん変わっていくんだって。年に4回。今は秋だから鮭イクラ丼。冬はイクラ丼同じ。あ、有名なの。あれだね、ウニも有名じゃん。ウニは夏。あ、じゃあ夏もう一回来るわ。夏もう一回来る、うん、もうだってさっき伊藤さんも言ってたもん、うん、来てお金を使うことが一番の支援です。ここで旅するとは実はね、うん、サポートしてる。そう、楽しい支援だね。いいね。また来るわ。みんな支援してる。うん、おい早く食べて。ほらお買い物、お土産。マーティーサート。おーいさもわー、すげー、最高の支援で最高の思い出。キラキラ丼最高。CM の後も日本大捜査を続けます。チャンネルはそのままでね。どー